デュイ・レッドマンはアメリカ・テキサス州フォートワース生まれのジャズ・サックス奏者。サンフランシスコでのファラオ・サンダース等との共演の後、1967年にニューヨークへ移住。同郷のオーネット・コールマンのカルテットに加入、1972年まで活動を共にする。同時期にチャーリー・ヘイデンのリベレーション・ミュージック・オーケストラ、キース・ジャレットのいわゆるアメリカンカルテットでも活動。 キース・ジャレットのザン・ボーはメロディーメーカー氏のジャズアルバムオブ・ザ・イヤーに選ばれた。1976年、コールマングループのメンバー、ドン・チェリー、チャーリー・ヘイデン、エド・ブラックウェルと共にオールドニュードリームスを結成した。2006年、肝機能障害で死去。75歳ボツ。テナーサックス奏者、ジョシュア・レッドマンは、自、イキ、いわゆるアメリカン・カルテット。 ありがとうございます。